参議院静岡選挙区と山口選挙区の補欠選挙が今日告示されました。岸田政権発足後、初めての国政選挙となります。静岡の補選は前の議員の辞職に伴うもので、これまでに立候補したのはいずれも新人の3人です。また、山口の補選は前の議員による次期衆議院選挙への蔵替え出馬に向けた辞職に伴うもので、 これまでに3人が立候補しています。両補選とも立候補の届けでは今日午後5時に締め切られ、投開票は今月24日に行われます。今回の参議院補選は岸田政権発足後初めての国政選挙で、今月19日に公示、31日に投開票される衆議院選挙への前哨戦として注目を集めています。